で、この坂を登っていきます。頑張りたいと思います。あ、これ車で行けるのかもしれないですね。けどこっちに階段があって、階段を登っていくのかな。この階段は結構木がたくさんあるんで少し涼しいです。すごい、まさかこんな険しいとか。結構な道のりあるんじゃないかなと思いますね。もうこれは完全に登山ですね。これはしんどい。やばい、結構急だし。昨日の日じゃないですね、相当きつい。そっちの道路からも歩けるみたいなんですけど、ぐるっと回ってるんで、この階段行った方が直線距離的には短いはずです。そこちょっと休憩所がありますね。自販機とかあります。ペプシのマークが見えます。なんか韓国あれですかね、コカ・コーラよりもペプシの方が多いイメージがありますね。自販機でペプシ買いました。ちょっと軽く休憩します。ペプシを飲んで軽く休憩したので、行きたいと思います。こっちでいいのかな。はい、それではここ登っていきたいと思います。うわ、こんな感じですね。ずっと続いてます。いや、すごい景色はいいですね。景色を楽しみながら行きましょう。まあ、下歩くのと違ってこう登りはきついですけど、爽やかさと涼しさはこっちの方がありますね。こんな感じです。きつい。こうやって休憩できるところのスペースが、少し一定の間隔置きにあります。うわ、さらに激しくなる勾配。マジか。果たしてこのペースで全て見切れるんでしょうか。それが心配ですね。ここがなんか一番高さ的にあるって言ってたんで、ここを登ればいい景色が見られるのかもしれないです。ちなみにキープライトなので右側通行になります。はい、着きました。到着です。お、すごい、すごいいい景色ですね。お、すごい景色がいいです。お、この西側が、一番高いって言ってたんですけど、やはり、高いだけあっていい景色が、見れます。すごいいい景色。今日3日目なんですけど、本当はスウォンに来るのは2日目に来ようと思ってました。ただ昨日が、天気があまり良くなかった、朝天気があまり良くなかったので、ずらして、今日にしました。実際今日は天気良くて、景色もすごい綺麗なので、ずらして正解でした。一周しましょう。綺麗ですね。あ、さっきの1個目に行ったところがすぐ下に見えますね。そこです。あそこからずーっと上がってここまで来ました。何メートルなんだろう高さ。ここ登れるところがあります。登ってみましょう。足腰絶対強くなりますね、ここ来たら。
うわぁ、すごい。すごい景色がいいです。ここからも。天気が良くて、すごい絶景です。一望できますね、本当に。今、ここにいて、初め教えてもらった時にこっちからこう通れるよっていう風に聞いたので、ここを通ってこう行きたいと思います。はい、行きましょう。火星門の方に向かって歩きたいと思います。